はいそれ第3問です第3問に関しては S 国工場の品質保証レベルを引き上げるのに時間がかかった理由ですよねまとめると。でポイントとしては時間がかかった理由です過去についてですよね過去について問われているわけですまず1点過去について問われているとそして設問要求を見ていただきますとはい3行目。 しかし東南アジアの中でも労働者が真面目で勤勉だと言われる S 国の工場に時間がかかった理由としては、はい、例えばですね国民性これは不真面目だからとかね、はい、そういった回答はな,なしですよと、まあ、S 国というのは真面目なんですよということは書いてあるわけですそれ国民性ににはまあ触れなないいという形になりますだから A 社のですね何かしらこれやり方がまずかったんではないかなということなんですよ。 はい、そのように捉えてですね。予見文の方を見ていきますと。とはい、この品質保証レベル、これ引き上げる引き上げるのにまあ、万全にするためにははい。どういったことが必要なのかということがですね。予見文には書いてあります。6段落目です。6段落目。6段落目において、したら4行目。品質保証を万全にし、完璧な製品を供給するためには、取引先企業の状況を考えた。現場での絶えざるプロセス改善が不可欠であるだけではなく。 製品の異常を発見することに対する意識の調整やそれに即座に対処する能力を継続的に育成確保していく体制が必要になると書いてあります。はいと書いてあるわけなんですね。まとめますと、はい、改善意識であるとかこういった能力ですよね。 能力が必要なんですよと、はい、現場でのね現場での改善意識こういう能力こういうものが品質保訟体制を万全にしていくんだと。じゃあそのために A 社何やってるんですかと現場においてですねこの S 国において何をやってるんですか8段落目8段落目には、えー、っと上から12345行目ですね。現在ででは30代後半の技術畑出身で 現場に精通している係長クラスの人材を工場として派遣し現場の運営を任せている月に一度は役員を現地に派遣し本社の意向ややり方を伝えたり現地の技術者を日本国内で教育する機会も設けていると書いてあります、はい、こうするために改善意識とかを持ってもらう、まあ、能力を高めるために係長,クラス係長クラスで現場に精通していると。 派遣してますよと言っててるわけですすよね派遣してますとそして日本においても教育をしてますよと日本の教育日本で教育してますとはい八段落目よく見てください現在ではです現在はやってるんですと だけど問われている内容としては過去ですね引き上げるのに時間がかかった理由なわけですよ。だから過去ははい前はですねやっていなかったこういうことですね。前はやっていなかった可能性がありますよ。だから 改善意識とか能力こういうのを育成することはできなかったと。だから、はい品相性を体制こういうのを万全するにするのに時間がかかったんですよと。要件文の内容から読み取れますよね。現在ではですがここです。はいこれがまず一点目の論点です。まず一つ目。 もう1つ品質保証をこういう体制を担保するために品質保証を担保するためにもう一つありましたよね。品質保証を担保するための自動化システムや検品ノウハウを導入したとはいえ海外工場での品質の安定的な維持確保はそれほど容易でいなかったと、はい、品質保証を万全するためにもう一つ自動化システムというのを入れれたって書いてあるわけですよ。 このの自動化システムって何なのか6段落目見てください6段落目の上から4行目 A 社長年にわたって蓄積してきたデータを活用して気温や湿度1回の処理工程で加工する製品の数などの条件が変化してもある程度まで同品質の被膜生成を可能とする自動化システムを開発したと書いてあるわけですはいこの自動化システムというのはまず日本国内ですよね 日本国内で出したんで入れたんですよとでそれをですね八段落メールのように現地に入れたわけですよね現地に入れたわけですで国内においてですねこの自動化システム長年にあたってデータを蓄積したわけです長年のデータがあるわけこういうのを蓄積しているわけですよねでこれを活用してるわけですただ海外ってどうなんでしょうね特ににこれに 入れた場合これを入れたわけですね S 国に入れた分って入れたわけですこのデータって使えるんですかねもちろん S 国日本ととは違って気温かですがそのまま国内のデータが使えるかというとなかなか使えるとは思えないでこの自動化システムにおいてはやはりこの長年データを蓄積することが必要なわけですよね 長年データを一致席することが必要だとだから S 国においてこのデータの収集時間がかかったんではないかと収集に時間がかかったのではないかとも考えられますよね。 国内のデータのものをそのまま S 国に持ってきたわけですからただ S 国というのはもちろん気温とかは違うわけですよねだからデータ収集に時間がかかったんではないかなというのも考えられますだからこれがうまく作,用作動しなかったと自動化システムこれも要因としては考えられるのではないかということですはいこの2点をですねはい2点をですね回答としてまとめてありますはい回答の方を見てください まず ① 自動化システムや検品ノウハウを自動導入しただけで現場に精通した人材を派遣しなかったためであるとこれですよね現在はやってるけど前はやっていなかった可能性がありますよということですそのためですね改善意識の醸成や対応力の育成確保に時間を要しましたと育成できなかったということですなかなかですねそれで2つ目の論点にしたいはこの自動化システムはい自動化システムは国内で計測したデータを利用してたため国内ですねこちら そしてしたためエス国の環境に適用したデータの収集に時間を費やしたということです。この辺りをまとめてあります。はい。でこの問題に関してですね。はい。回答としてはこの二点を入れているわけなんですね。この体組織体制の方ですね。組織体制人事の方の観点。そしてあとですね設備の方の観点から入れてあります。で本試験においてですね。合格発表の後に。 出題者の意図というのが発表されるんですね。出題者の趣旨かな。出題の趣旨ですね。出題の趣旨というのが発表されました。その時に書いてあった文言として。組織人事の視点からということが書いてあったんですね。組織人事の視点からということは書いてありました。ですから、おそらく。回答においては。はい、この丸二の観点ですね。丸二の観点は薄いのかなと思われます。 ととしては薄いのかなと思われますただしこの本試験においてですねやってる最中です現にやってる最中においてはこれ十分に考えられる内容ですよねはいですからこの模範回答にはこの考えられる内容としてこちらも入れてありますこちらも入れてるとはい、まあ後から出されるわけですからね出題の趣旨というのはやってる最中はわからないわけですから やはり考えられないようとしてまたですねこの問題120字ですからね120字問われてますからやはり論点がもう一つぐらいあるんだろうということでこちらの方は2の観点として入れてあります。はいこのあたりもですね少しなぜこれが書いてあるのかというのも含めてですね見てみてください。はいではですね続いて第4問移っていきましょう番書の方を切り替えます。